それでは皆さんこんにちは、 CA ヒューマンの吉田です。今回ご紹介するのは現在開発中ではありますが、TFT メーカーという画面開発ソフトですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。今 M5 スタックですね、こちらの TFT 画面作る場合、プログラムをいちいち書いてると大変だというところがありますので、今回はアプリケーションを使って開発するツールということで現在、作っております。で、今こちら左側の画面見ていただくと、今回のツール使っていただくことでですね、ラダーと組み合わせることでこのようなカーソルの切り替えだったりですね、あと棒グラフ、そういったものなどを作ることが簡単にできます。で、こちらの方ですね、今内部に入っているラダー自体は数字を変えるだけのラダーとなっております。こちらのラダーだと見づらいので、こちらがラダーの全体となっております。今 M5 スタックを使うための M8005 番という内部リレー配置しております。また今回のこの TFT の開発ツールで作ったプロジェクトの場合には、この M の8002番というのを必ず M 8000番の後ろに置いてください。こうすることによって、別途アプリケーションで作った TFT 画面を使うということができるようになります。で、一番左端 X39 のボタン、こちらを押すと内部リレー M の0、それからデータレジスターの0、こちらをバイナリーで、インクリメント、データレジスター9005、こちらについては画面のカーソル表示ですね、このカーソル表示をどのボタンですね、何番目のボタンをカーソル表示にするのかという番号になります。データレジスターの9005についてはカーソル表示、あとページ番号についてはデータレジスターの9002となっておりますので、こちらですね、設定する形になります。で、あとですね、こちら X38 で、データレジスター0だけを0にクリアをするよ、 X の37で、今データレジスター9005をこちらを増やす、カーソルを動かすということですね、また D0 を減らすよという形になります。こちらのラダー、によってですね、今レンリのプログラムで作った動きですね、こちらで作った動きに合わせて TFT 画面ですねの表示が変わるというような形になっております。で、こちら左端が今データレジスター0の値で、その次がデータレジスター9005、このデータレジスター9005についてはちょっとモニターなどで表示することができない、デバイスになってます。タッチパネル、TFT 上は表示させることはできますが、レンリのモニターでは表示させることができませんので、こちらのデータレジスター10に送って表示しております。で、こちらのツールですね、使い方ということでご紹介しておきたいと思いますが、今ですねプロジェクトの方を閉じたいと思いますが、新規でプロジェクトを作ります。で、最初にですね、どのようなチップを作るのかというのを選びます。 M5 スタック、こちらチップを選ぶことによってあらかじめ決められた TFT の解像度、こちらが入りますので、それに合わせて画面の大きさが変わります。また表示方向といったところについてもまだ未サポートではあるんですが、横に傾けるとか縦に傾けるとか、そういったような表示方向を変えることができます。また最初の起動ページ画面指定をしたり、あと基本の背景色を指定していただくと、新規でページを追加したときにはこの色で背景を設定してくれます。で、こちらを設定としていただければ、今 M5 スタックのプロジェクトですよという形になります。
でこちらダブルクリックすると設定を修正等も行いますので、こちらで必要な場合には修正してください。で続いてですね、ページの中の新規作成としていただくとページの追加ということで、増やしていくことができます。こちらページ ID というのがページ番号になります。こちらの番号自動で増えていきますが、必要に応じて変更していただくことも可能です。その次タイトル、こちらは空欄で結構です。見て管理するときに分かりやすい名前をつけておいていただくと一覧に出てきます。今回ページきちっとでもしときましょうか。こちら記号などは入力できませんが、このように文字入力することができます。でその次背景色ですね、こちらを指定する、クリックしていただくと色出てきますんで、こちらで選んで OK、 または色の作成などで作成をしていただいて、で選ぶような形になります。で、あとですね、こうカーソルを切り替える、カーソルの表示ですね、こちらについてはカーソル色、それからカーソルの太さということで変えることができます。こちらですね、ページごとで設定できますので、ページの背景色に合わせてカーソル色、それから太さを調整してください。これで設定としていただくと新規画面が出来上がります。で、出来上がった画面に、例えば今カーソルを表示する部品については、これカーソルラベルというので用意しておりますので、こちらをクリックしてへこました状態でドラッグしていただくと配置になります。こちら作った順番に番号が割り振られていきます。まだこの番号の設定についてはサポートしていないんですが、こちらの方ですね、作った順番にカーソルが移動する形になりますので、こちら配置していただいて、文字の変更それから大きさの変更が必要であれば、こちらですね、右クリックしていただいてプロパティとしていただくと設定画面が出てきます。こちら P1 などと入力していただいて、で、表示文字については、文字、基本的には今半角で、ご利用ください。半角で、設定をしていただければ結構です。こちら P1 それから P2 などと設定をしていただければ結構です。で設定が終わりましたら、出来上がったらですね、こちら TFT アウトプット、C アウトプットということで選んでいただければ結構です。で、各部品ですね、サイズや位置を変えたい場合は、右クリックのプロパティのこの数字を変えていただいても設定できますが、選択をしていただいて、選択していただくと波線が出ます。これの端に持っていくとですね、ドラッグ&ドロップすればこちら変えることができますので、手っ取り早く変えたいなという場合には今の要領で、調整していただければ結構です。で、出来上がりましたら TFT アウトプットで、mytft.h、 こちらですね、今レンリで作った e のファイルと同じ場所に、名前こちら自分で変えることもできますが、変えた場合には e のファイルのプログラムを変える必要がありますので、その点注意してください。こちら mytft.h ということでヘッダーファイル保存してください。で、出来上がりましたらこちらアルドゥイーノで今作ったプログラムを含めて M5 スタックに書き込みをしていただきます。で今書き込みをしておりますが、書き込み変換ですね、コンパイルしておりますが、コンパイルが完了すると書き込みが始まりまして、書き込み完了するとこちら画面の方が
出てきます。今こちらですね。画面に配置したのはカーソル表示部品、こちらを配置しましたが、カーソルの位置をデータレジスタ9005を変更することによってこちら位置が変わるという形になります。で、今内部の数値などを表示したいという場合にはこちらですね、データ表示というのを使ってください。単純に文字を表示する場合には文字という部品を使っていただければ結構です。こちらデータ表示ということでこちら表示作ってみたいと思いますが、こちらの方を選んでドラッグを押して、で、今表示したいデータ名ですね、こちら設定を右クリックで出していただくこともできますし、まだ完全ではないですが、こちら部品をダブルクリックすると出ることもあります。こちらですね、データ名というところに表示したい、データの名前ですね。今回カーソルの位置を表す数字、こちらですね、データレジスター9005、こちらを表示するよというような形で設定しておきます。またページ番号を表示する部品ですね、こちらも作ってみたいと思いますが、でページ番号はデータレジスターの9000の2になりますので、こちらになります。で、今こちらの方ですね、あとはそうですね、これで書き込みを しましょうか。今出来上がった画面を mytft.h ということで書き込みですね、ファイル出力で出力したものをマイコンボードの方ですね、コンパイルして書き込みを行うというような形になります。こちらですね、ラダーの方をあらかじめ作っておいていただければ、TFT の画面の方から数字を変更することというのはありませんので、基本的にはラダー側をしっかり作っておいていただければ、後で画面開発というのができますので、こちらラダーはラダーで出来上がれば、こちら画面の開発ですね、こちらの方で行っていただければ結構です。で、左側が今カーソル、右側がページ番号ですね。で、今こちらの方ですね、ページの追加を紹介して今回は終わりにしたいと思います。こちらページという項目の新規作成としていただくと、また新たなページを作ることができます。今ページ ID にですね、こちらの名前で背景色の方ですね、ちょっと変えてみましょうか。はっきりと違いが分かる緑ですね。でカーソルの色を変更していただいて、カーソルの太さをちょっと大きめにしましょう。で、こちら出来上がったページ になります。で、こちらカーソルのラベルですね、画面上の方に貼り付けて、で、貼り付け終わりましたら、今回ですね、起動ページ、これを2にしておきたいと思います。起動ページ2、ごめんなさい、表示方向でしたね。起動ページの方を2にして、2番を最初に起動するということで、ちょっと設定を変えたいいと思います。ちょっとラダーで画面の切り替えは行うんですが、その部分作っておりませんので、作ったページ2が表示できるように
変えてみたいと思います。でこちら作っていただいてマイコンボードに書き込む。といったような形でですね、画面の方を修正して、修正が終わったらコンパイルして、Arduino Studio ですね、 Arduino の IDE でコンパイルして、で書き込むという形で、画面の方を作っていっていただければ結構です。今回作った画面ですね、背景色は緑色で、ボタンの方がそれぞれ配置されていて、こちらですね、カーソルのボタンを押すことによってちょっと一気に飛んでるように見えますが、これチャタリングですね。あ、違うな、順番ですか。順番によってこう入れ替わってますんで、こちらいずれ番号の方を独自で設定できるようにしたいとは思っておりますんで、こちらですね、このようにカーソルの移動ということで移動する形になります。一応ページなどの変更についてはですね、別途ラダーでデータレジスターの9000にこれを書き換えることで変更することができますので、今回タッチパネルの画面開発ツールということで開発中ではありますが、興味を持っていただいたお客様がいらっしゃったのでご紹介ということで動画を作成いたしました。それでは皆様ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。